よし、あ、ジャイアンだ。今日は面白いことするぞ。あれ、ちょっと怖いんだけど。楽しみにしとけ。怖いね、キャンさん。怖いよ。痛みを伴いそうだから怖いんだけど。痛みはない。よかった。痛みはっていう。痛みはない。後遺症だ。後遺症が何のか。あの、新しいおもちゃ手に入れた。あれ、オンチ中地ラジオ、略してチチチラジオ。始まりました、チチチラジオ。パーソナリティの上地でも下地でもない中地と小野健です。よろしくお願いします。チチチ。いやいや、そのこのずっとニヤニヤしてる。何、いや、始まる直前まで健さんが、うんちオンチ中地ラジオ、略してチチチラジオってその練習してたから、うん、今日ケンさんがタイトルコールするのかなって、あ、 0.7 秒ぐらいちょっと待ってみたんですけど、いう雰囲気がなかったんで。全然言わないよ。うん、まあ、いつも通りタイトルコールを僕の方でさせていただきましたけど、うん、言わないんかいと思って。言わない。ちょっと、じゃあ何の練習だったばと思って。まだちょっと見習いなんで、ちょっとね、ニヤニヤしちゃいましたけど。 OK というか、今日ケンさん許可制、許可制なんですね。行ってみますとか中地が言ってくれんから別に言いたくもないでしょ。まあまあまあいやいや、俺が言うんだったら何て言おうかなって考えてたけど全然思いつかない。出してよ何でもいいんだから、こんなの。縛りも何もないんだから。キキラジオとか言えし。キキキラジオ、ケケケな、ケケケ、あ、ケンさんのケでね、うん、まあ、言ってますけども、前もう4月ラストの放送回ということで、ね、ケンさんは、おととい、はい、おととい何時、おととい、トークライブお疲れ様でした。小座じゃなくて、小座はまあ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 、うん、まあ、おとといね、トークライブが、あ、まあ、ちょっと前から、やるということでいろいろとね動いてましたけど、本当に1ヶ月前にやろうってなって、はい、そっから急ピッチ、急ピッチでもない、割とまあまあ急ピッチではないけど短期間でやろう、やろうからやる日までちょっと1ヶ月ぐらいしかなかったんで、まあで開催しました。お酒飲みながらだからいいか、あ、まあ、緩めのね、うん、トークライブっていうのを。そうそう、だからね、始まった時、はい、で探り探り感が残ったような帰りと帰りと俺、あ、そうなんだ。どうだから本当に話はあってもないから、はいはいはい、中身については一切ね、うん、計画立ててないんですよね。何も何も、まあ、そういうコンセプトで作ってますから。まあまあまあ本当は決めないでいこう、うん、っていうことですからね、うん、だからお酒飲みながら喋ろうぐらいの感じで言ったから、うん、でもさすがにまたお酒飲み始めの段階で、はいはいはい、何もないっていうのは、はい、あ、こんなにごちゃごちゃするかっていうぐらい2人でなんか ごたごたしてましたけど。いや、見たかったな。途中ぐらいからかな、あ、勢いに乗ってきたの。ああ、なるほどね。うん、キャンさんも来てくれてありがとうございます。ねえ、ミキさんのキャンさんも行かれたそうで。キャンさんも一番前に座ってもらって。いや、でもなんか盛り上がった、楽しかったっていうのはなんか各所から聞きましたけど。あ、実際やってみて。各所から聞くほどお客さんもいなかったけど。本当ソールドアウト出したんだけど。はい、結局。結局って、ね、結局結構ドタキャンがあって、はいはいはい、全然席に余裕があったんだけど。あ、そうなんですよ。だから港も来てくれて。おー、あ、珍しい。みんな、そうそう、珍しいと、タイガか。はいはい、あ、タイガさんはでもスタッフみたいな。一応もともとスタッフは寄ってなかったんだけど、はい、もう
ぜひ行きたいんでっていうことで、だ受付じゃお願いしていいって別にお願いする予定もなかったんだけど、はいはいはい、いなくても一応ぜひ出せてくださいって言うんで、じゃあすみませんお願いしますって言って甘えて、はい、どうでしたかケンさん。いやー楽しかった、いいな本当にね。何だろう、何時間ぐらいやりました。10時までやった。2時間、間10分ぐらい休憩入れたけど2時間なんならもっとできた。分からん俺はね弾いてる人は分からんよ。1時間とか1時間半とか本当は90分の予定だったんだけどのイメージで2時間はすごいっすね。だから最初のごたごたがありつつ探り探り喋って、はい、まあ、なんでこのライブをやるかっていうのと、うんうんうん、まあ、2人の関係性とお酒の、うん、なんだろう失敗談みたいなのを喋って、うん、でまあまあまあ1時間ぐらい経った時に帰りがトイレ行きたいから休憩しようってあそっか、でもお酒飲みながら、お酒飲みながらですから、お客さんからももらえるみたいなお酒を、おお母さんもショットを2回ぐらいくれて、はい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 、で結構パリピな回っすね。パリピーというまあもうでもみんなで、まあ、そのお店が結構テキーラとかも出してるだからショットが置いてあると、うん、で普段の価格よりちょっと安めに設定してて、おこの今回用に、はい、値段もちょっと安くしてくれて、はいはいはい、販売してくれてたから、はい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 、めっちゃありがたくて、いやでまた俺と帰りにお酒をおごるときはさらに安くしてくれて、へえ、素敵なお店ですね。よかった。そう構成としてはまあ自己紹介とまあもろもろの関係性だったり、うん、ライブの成り行きとか、まあ、2人のお酒に対する、まあ、飲みながらだからちょっとねお酒の失敗談みたいなエピソードとかも話しつつ、うん、次はどういう構成になっていくか。休憩明けからは、はい、ね割とお客さんずっと俺たちだけで喋ってたから、はい、お客さんの紹介とか、お紹介っていうほどじゃない、この辺はいつもライブ来てくれてる常連さんで、はいはいはい、あの辺は僕の会社の仲間でとか、はいはいはい、あの辺は帰りのバイト先の仲間でとか、はい、で行ってこのレスポンスがちょっとあったりとか、はい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 、で俺が呼んだ会社絡みの方がリクエストでお話ししてくださいみたいなのがあったから、その話をしたりとか、はい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 、でカラオケみたいにでその会社からもう一人の会社から見る人が全員テキーラ飲みたい人に送るとか、いやいかつそんな感じでやって、いいな楽しそう。で後半もほとんど俺しか喋ってなかったんじゃないかっていう、帰り何してんの。帰りはもうほんと聞き手に回るっていう、ただ、うん、あじゃあもうケンさんの独壇場になったわけですね。最後の辺はなんかもうどんどんヒートアップしてきて、はい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 、でメモってたのよ結構、あ何個か話したいことも、まあ話すか話すかはまあその日時の空気だし、はいはいはい、でも最後この辺こんなのメモってましたみたいなのを軽く触りながら、はい、どうしてもキョンシーの話をしたくなかった、キョンシーの話したくなくてキョンシーの話をして、はい、半分ポカン半分は笑うみたいなある一定の層にだけバチンってはまると、我ら年代にははいはいはい、はい、なるほど、わかるわかる、わからない人にもある程度わかるように噛み砕いてね、簡単にだから本当に細かくっていう端折って、はい、残り5分ぐらいでキョンシーを詰め込んでみたいな、うん、はい、うん、はあ、みんなも見てみたいな感じで、うん、何が一番盛り上がりました。分からん、俺的にはキョンシーが一番盛り上がってると思うんだけど、分からんよ、俺はもうその時からもうお酒も飲んで結構テンション上がってきてるし、俺の中でキョンシーの話 と、はい、タイヤがバーストした話はちょっと受けたなとマストで話したかったっていうだけなんじゃないですか。あ、うん、あ別に警察止まりませんでした、お前ふーって来てここら辺で音なくなりよったけど、キョンシーの話大丈夫な話、キョンシーダメなの、うん、分かんないですけども、うん、FM 議論キョンシー NG なの怖っ本当はもっと話したかったんだよキョンシーの話、いやいいなで俺キョンシーの話さ、はい、やってこのまあ簡単に言ったら「てんてん」
って俺たち世代で一番下で有名になったんだけど、はい、映画ドラマ、あ、ドラマか、ドラマと映画があって、はい、ドラマバージョンはライライキョンシーズって言って、はい、映画バージョンはタイトルが変わってあれ有限で教えていますみたいなことバーって言ってたら、はい、終わったんだけど、終わった後に、はい、店のお客さん、はい、店このお店の常連さんも来てくれてて、はい、おお、なんか面白い企画やってるなっていうの、うん、じゃあ俺たちが飲みに行った時にいて、はい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 、来てくださいねって言ったら、はい、本当に来てくれて、はい、でその人と初めて喋ったよ、はい、で喋った時にあのキョンシーの映画のタイトル間違ってますよみたいな指摘を受けるっていう、はいはい、いいですね、結構距離が近くなってちゃんと聞いてもらってるっていう証拠ですからね、うん、はみんなとも絡んで乾杯したりとかして、うん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 、よかったっすね本当にあれ毎日やりたいなって思うぐらいよかったな、楽しそう、だもう2回目はやりたいなって早速、ま、帰りには行ってないけど、はい、ちょっとやります、うわ、僕はやりたいと思います、これは毎回その帰りとケンさんなんですか、例えばケンさん一人だけとか、ああそれは分からん、ちょっとまだその辺は考えてないけど、なんか人数をもうちょい増やしたりとか、なんか別の人とやるのか、あでも中地とやってもあんなにはならんなっていう、あ、今日思いながらこっち来たんだけど、いやでもイメなんかこれ映像とか撮ってないんすか、撮ってない、まあ、撮らんか、動画は禁止って言った、何喋るか分からんかった、がいいですよ、ね、写真はいいですけどっつって、うん、いやお酒飲んだ時のトークか、どうなでも最初さ、はい、この ぎこちないというか、はいはい、お互い探り探りだったっていうのもあるけど、はい、港が来てたっていうのもちょっとあって、はい、港が見てるとちょっと緊張しない、ああまあちょっと本腰入るというかね、審査されてる感がちょっとあるというか、確かにね、うん、だからまあちょっと気になって頭ごちゃごちゃしてたんだけど、はいはいはい、もういいよ飲んでるしって思ってからはちょっと面白くなってきたかな、砕けてね、うん、ちょっと見たかったな、いや楽しかったよ本当に、あー、うん、トークライブ第2弾終わってだ10時に終わって、あーね、どうしたんですか、まだ10時ですからね、トークライブ終わりでーすバイバイっつって、はい、で別にお店自体は12時までいいですよって言ったから、はい、じゃあそこはもう残って飲む人飲んで、はい、っていう形、俺たちも1時ぐらいまで、おお、同じお店で12時までは、はい、飲んで、はい、で12時ぐらいにお客さんもみんな返して、はい、1時ぐらいまでこのスタッフの方と、おお、喋りながら、うわー楽しそう、うん、で いい場所見つけましたね、ケンさんマジでめっちゃよかったわ、あご飯も美味しいのよあっち、なんかね、うん、キャンさんも何か食べてましたっけ、チキン、あでもチキンジャックチキンですか、あジャックチキンうまいっすよね、うまそう、ちょっとメキシカンな、メキシカンというか、キューバとかあの辺の感じかな、はいはいはい、曲とかもサルサ系とか、はい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 、そういう感じなんで、それもちょっと情熱的でいいですね、 BGM ぐらいまで音下げて、はい、ずっとサルサみたいな音が流れながらトークライブ、チャチャチャ的な、チャチャチャではないけど、チャチャチャとは違います、ちょっとちょっと違う、あなんかサルサの薄いイメージですね僕は、あ違うんです、その辺でも本当空気感はすごく楽しかった、だからお客さんも初めての場所だから、はい、多分ちょっと最初緊張してたのかなって、はい、もあるけど、はいはいはい、そう、ゆるさが良かったんでしょうね、ケンさんと帰りの、だからな、それがよいい風に出てればいいかな、はい、俺はちょっと意外とハマらなさそうだな、うん、だから中地とはなんかイメージが違うんだよな、スタンダップコメディみたいにやっちゃうとそれもそれで多分違うと思うんですよ、ね、あガチ、まだガチガチすぎるというか、うん、だから俺たちも座りながらとか、はいはいはい、高い椅子に座って喋りながら、ああ、まあ、楽しそうに酒飲むやつが、うん、多分ハマると思うんですよね、だから帰りとかケンさんは、ね、うん、楽しそうにお酒飲むことができます、浩平さんとか向いてるんじゃないですか、あーはいはいはい、でもあいつ喋れなくなるから飲んだらろれつが回らんろれつマジ回らないですからね、うん、陽気だけど何喋ってるか分からんってなっちゃうから、でもあの配信ぐらいがちょうどいいね笑ってるのは分かりますよ、分かる分かる、明るいなこいつとは分かるけどそういう人とかがいいのかなと、金城さんとか、はいはい、
あ、金城さんもろれつ回らなくなるからな。だからお酒がそんなに弱い人とやると、はい、なんか違うかな、グダグダになりすぎる、お互い同じぐらいの人、はい、ぐらいがいいんじゃないかな。うわ、だからテキラも俺結局5、6杯、おー、いや、またやっていただいて、ちょっとぜひ呼んでほしいな、うん、来たらよかったの、そう、行く予定というか、シュータと2人で飲んでたんだろう、そう、だから、いや、うん、僕、トークライブね、行きたかったんですけど、うん、だから、もう、翌日が、朝から仕事だったんですよね。いやいや、そんなもん。うん。だからよ、結局飲んでるやん。シュータと飲んでたんだろう。いや、だから、こっちは10時には終わったんだよ。もう、この日は、うん、もう、もう行ったら飲みたくなるし、飲んだら飲んだで、うん、ちょっと、スイッチ入っちゃうから、うん、この日はおとなしく帰ろうっていうのをもう決めてたんですよ、うんうん、でそのトークライブ の, あの前の時間は小座お笑い劇場っていうね、はい、3ヶ月に1回やっているライブがあるんですけど、うん、その、まあ、演者としても出るんですけど、まあ、裏方もね、うん、芸人で回しているんですけど、はい、裏方の役職が、シュータさんと被ってて、あ、前半がシュータさん、うんうんうん、後半が僕みたいな照明お願いし、ね、同じ役職だったんで、うん、そこで結構ずっと喋ってて、うん、やり方とか、はいはいはい、シュータさんもあんまやったことないっていうのもあって、ね、うん、僕もあんまりやったことないっていうので、2人でいろいろ情報交換しながら、こうやった方がいいねとか、こうやろうねとかやってる中で、うん、シュータさんが今日ちょっと軽く行くみたいな、うん、焼き鳥食いたくないって言われて、行きますって言って、で結局焼き鳥屋さんも行かなかったな。なんだばや、焼き鳥食いに行こうって話したんじゃねば。丸焼きみたいなやつで。まあ、まあもう本当に軽くですけど、うん、軽くシュータさんと2人で飲みに行きましたね。シュータさんと2人で行くのあんまなくて、意外と、うんうん、結構その FEC 復活する前からもずっと遊んでて。あ、そうなの。そうなんですよ、うんうん、結構定期的に遊んでるんですけど、二人きりってあんまないなと思って、いつも誰か、誰かはいる、港とかか、いるか。なんでいるか。え、いいじゃない、別にいても、いない、いない、誰じゃん、うん、他。いやいや、それこそ帰りとか、あ、はいはいはい、まあ、シュータさん の, あの会社のメンバーとか、あー、はい、あ、そういうことね、はい、うん、そもそもシュータさんが、ベッドを見ている飲み屋さんとかに行ったりするんで、あ、うん、経営者だからな、うん、でももうその日曜日はもうそういうのは抜きにして、うん、もうとりあえず屋台村とか行きましたね。あ、そう、久しぶりに那覇で飲む、那覇で、はい、うん、まあ、2人とも那覇なんで、うん、うん、まあ、それはそれでちょっと楽しかったですね。よかった、うん、めっちゃ公式書かれてますね、ケンさん。ガリレオが書いた黒板の文字みたいなシャツ着て、あ、で帽子はバツバツ。実に面白い、うん、実に面白くないです。全然面白くないです。ベベ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 、いや BGM やめて。ベベベベベベベ、もうちょいかっこいい議論あるでしょ。何よお前、ああ、もうしつこいな。もうかっこいい議論。え、トークライブめっちゃ気になるな。見たかったな。こんな言うんだったら来いや。ねえ、いや超行きたかった。いやいや、ほんと楽しかったぞ。めっちゃ楽しかった。え、帰りとか何の話するんですか。正直よ、はい、あいつ何喋ったか全然思ってないんだよ。あんま自分の話してなかった。あ、そうなんだ。だよね、他の人のエピソードトーク的な、ほとんどケンさんのエピソード、うん、あー、あ、まあ、そんなにいいじゃないですか。俺とカイリとのエピソードを多分カイリがちょっと喋ってて、はい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 、でも後半は俺がもう喋りたいことを喋ってるから、はいはいはい、カイリはもうずっと笑いながら酒飲んでた。え、マイクとかスピーカーももう全部あっちにあるってことですよね。何も持っていかなくていい。マジで最高っすね、それ。カチンバっていうバンドの人がやってるんで、うん、音楽ライブをやってるから普段。じゃあそこそこいい機材が、そこそこっていうか、まあ、僕は機材に詳しくないけど、普通のマイクとかもあるし、うん、ちゃんとスピーカーもあるし、バンドができるような機材が揃ってると。普通に太鼓とかもいたらしい。はい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 、
これね、早急にやってほしいですけどね。いや、ちょっと早急にはちょっと、まあ、3ヶ月に1回とかのペースで。いや、もうちょいゆっくり。もうちょいネタがないはずだから。あ、でも全部は喋りきれてないでしょ、ケンさんも。だけど、うん、なんだろう、まあやろうと思ったらできるのかな。できますって。で、また同じ話してもいいですしね。まあね、うん、いや、自分だったらどんな話するんだろう、イメージができないな。だから俺たちも始まるまで分からんかったから。うんうんうん、高木いっぱいあるさ。そう、でもだから話し方とかテンションとか、そうそう、なんかな、なんだ俺この小沢笑いで終わりで、はい、な、帰りを先に出したのよ。はいはいはい。健さんはね、ちょっと役職的に仕切らないといけなかったんで、うん、最後までいた、はい、ないといけないんで、はい、帰り6時ぐらいに出したんだ。はいはいはい。ごめん先行っといて、うん、で俺6時半ぐらいに、はい、向かって沖縄市出て、うん、俺の方が先に行ってた。何してんのあいつ。帰りは下から行きますって。あ、俺は高速で行くから6時半まで入れる。うんうんうん。帰りはでも下から行くからっつって6時に出して、はい、で俺が6時半に出てバーって言って、でコインパーキング止めたぐらいに、はい、帰りが FM 宜野湾に止めたらどうですかみたいな。おー、まあまあまあ、駐車場がかからないですよ、うん、あ、今駐車場俺僕着きました、僕が歩いていきますんで、うん、いや遅いな俺も先に入ってから、はい、あっちの人と、うん、お疲れ様ですっつって、で、はい、椅子こんなやって並べましょうね、はい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 、やり始めた。あいつのこのこで入ってきた。のこのこってのこのこ入ってきた。いや、いいな、カチンバさん。カチンバ最高だった。あ、また女性2人も可愛いし。あ、店員さんですか。カチンバの、そうそう。あ、カチンバの、あ、カチンバのメンバーがこの中に入ってスタッフとして、はい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 、ドリンクとかいろいろ作ったりしてるんで、はいはいはい、はい、あ、バンド名とお店の名前が一緒っていう。あ、違う違う、カチンバっていうバンドの人たちが経営してるミルベストっていうお店。あ、ミルベストがお店の名前。ミルベストね。うん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 。トークライブいいな、やりたいな。あ、楽しかったわ、よかったと思った、うん、やった、うん、終わったと思った、うん、ちゃんと。帰り以外余分、次余分だったらなんか良さげな人とかいますか。あ、正直、はい、まさきさんか。うわ、いや、でもまさきさんはどっちのパターンもありますけどね。だから怖い時もあるさ。一か八かですけどね。説教する可能性ありますよ。スイッチ入る時あるから。お客さんに向けて。まさきさんか。まあでもハマった時強いですからね、まさきさんは相当。説教される要因に。キャンさんが。いや、なんかこの髪色は切れ出しますからね、あの人は。か、もしかしたらシュータか。シュータさんね。で、シュータさんってな、酔っ払っ、うん、今だから俺前さ、酒一番強いの誰みたいな話して、はいはいはい、帰りじゃないみたいな、はいはい、俺意外とシュータが今一番強いと思ってるから。シュータさんと飲みました。一回飲んだんだけど、はい、あれは多分強いな。あれ強いっすよ、あれって言いますけど、あれはもう、シュータさんしかもあれなんですよねあれあれすぐ、ね、うん、テンション変わらなくて。あ、飲み方もなんか強い人の飲み方。強い人の飲み方、うん、シュータかもしれない。いや、でもシュータさん結構僕潰れてるの何回か見た。あ、まあでもしこたま飲んでるからな。飲み方がよ、うん、あの夜の大学生みたいな飲み方ですよ。あ、ちゃんとあれっすよ、シュータさんずっとあれあれ言ってるな。夜の飲み方しますよ。ああ、はいはいはい、ね、オリジナルシャンパン頼んで。一応中地もどうかなっていう一応想像はしたけどね。うん、僕どうですか。やってみる。超やりたい。やってみるか。はい、中地次回夏頃どうですか。どっかの地下で7月どっかの地下ミルベストでいいじゃないですか。お前にはミルベストはちょっと早いです中地は連れて行きたくないお店だな、ミルベスト。でもマジで
あ、でもそれこそ FM 技能案でもやろうと思えばできるんですかね。ああねえ、だからこっちで中地やってみよう。一人いや、まあ一緒によ、一緒に。ああ、とか那覇でどっか開拓するとか。いや、俺はもう技能案でしかやらん。ああ、って 謎のなんかポリシーみたいな。じゃあもう見るベスト、見るベストなって、ベストベストしてるけど見るベストな、ベスト、うん、見るベスト、うん、あ、いやー、シュータさんもいいっすね。まあまあまあ、複数でもいいっすからね。まあ3人かな、多くて、多くて3か、うん、4だとねちょっと多すぎるかな。実際見るベストで3はいけるんですか、喋りて。はい、いけるいける、スペース的にいけるよ、全然いける。スペース的に3がギリかな。うーん、だドラムとかそういう叩き、太鼓をちょっと片付けてもらってたんで、はい、2人で高い椅子とテーブル置いて喋ったんで、うん、はい、テーブルをちょっと下げてもらったら3人、はいはいはい、もう1人ぐらいは全然。ああ、なるほどね。いや、ちょっとまたね、夏頃マジで、だから本当だから1ヶ月前だったから今回、はい、ちょっと前もってもっとやれば、うん、ちゃんとねお客さんも来てくれる。うん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 、うん、トークライブまた次回やるとしても、うん、内容についてはやっぱり詰めない方がいいんすかね。あ、でもやりたいことがあれば、うん、だ映像も出そうと思ったら出せるんだ。おお、 上になんだっけ、白幕スクリーン、スクリーンがあるんで、はい、だカチンバのライブも、はい、ライブ始まる前までは、はいはい、このキューバの映画とかを流してる。へえ、キューバ映画ってまたなんかいいな。そういうのを流してて、はい、でライブ始まるときに消してライブやる、はい、へえ、この間消すの忘れてて普通にライブしてて、はい、途中でめっちゃいい話してたけど、はい、この沖縄の普通にサルサだけじゃなくて、はい、沖縄民謡とかもアレンジして、はいはいはい、こんなやってアレンジして歌ってますみたいなのとかも、はい、でどこどこの島の歌でのこういう意味があってみたいな、はい、真剣な話してる上でキューバ映画でめっちゃエロいシーンが流れてて笑いそう笑いそうライブ終わりにごめんだけどあの時上でめちゃめちゃ絡みのシーンあったからみんな多分上向いてると思いますよいいなそれ。最初女性がシャワー浴びてるシーンだったの。うわ、あ、これまずいんじゃない、今この流れでお風呂入ったらダメじゃないと思ったらキューバちゃんと男女が交わってたんで。キューバ映画の濡れ場って分からんけどちゃんと出てそう。ちゃんと濡れ場だった、ね、うん、なんかそんなイメージあるな。ちょっともう面白かったよね、情熱的なね、ことしてそうです。あ、でも映像使えるのいいっすね。だからテーマ、だからた本当は喋るテーマを出してそれについて喋ろうかみたいなのもあったけど、一発目は本当に何もしないかもってなったから。確かにね、パワポを事前に作っといて、うんうん、まあケンさんかもしくは別の人が、ね、ある程度ねテーマを何個かボーンって一覧みたいのを出して、うん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 、どのことを聞きたいですかってお客さんに言ってもいいしっていうのを考えたけど、うん、本当にやらんこ、うん、今回まあ、今回はね時間もなかったっていうので、まあまあそれもだけど一発目だから、うん、とりあえず飲みながらしゃべろ、うんうん、まあ、それでも2時間はすごいな。2時間あっという間だったな、ほら俺はあっという間だった、見てる人がどうだったか分からない本当にお客さんがもしかしたら楽しんでないっていう可能性もゼロではないのか。そう、本当だって普通にお酒飲んでない人もいるから。はいはいはい、もちろんね、お茶飲んでるテンションで喋ってるから。いいなあ、ありがとうございます。 あの人もでもテキーラ飲んでるから。キャンさんもね、まあでもキャンさんはねまたちょっと別次元というか、キャンさんもありがたかったな。いやお泊まりの前から飲んでた。おお、いや、いい日曜日っすね、本当に。センベロでしたっけ、なんか、小沢笑い前に2、3杯飲んでたんですよね。素敵。美味しい、何しか、魚。トロイワシ。美味しそう、何それ。めっちゃ美味しそうな、うん、画像を見せてもらって。はい。これ、うまいっすよ。うわぁ、いろりみたいな感じで焼くやつですね。はい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 。あんな、うまそう。え、ケンさんって、めっちゃ話変わりますけど、明日休みっすか。明日仕事。デコボコの単独なんか入ってるの？照明。照明？うん、何時入り？
あは今やり取りしてる。あ、何時に入れますかって言われて、はいはい、何時がいいって一応送ったけど、なんかだるいな。じゃあ何時、俺もいや、まあ、あっちがねまず指定してきてほしいですけどね、まずは。だから俺の入りでいいのと思って。あああ、俺の入りは 何時になるんですか。もう6時過ぎよ。あ、仕事終わってから。仕事終わりですから、ね、あっちが本当に5時ぐらいに来れませんかって言ったらこっちも調整するし。照明なんだ、ケンさんが照明。 俺入ってるけど、俺いつも照明。あ、そうなんだ、うん、前回も照明。へえ。うん、アウトプットだね。はい、アウトプット俺照明しかやった。いや、音響はちょっとできないから俺。まあちょっと何で聞いたかっていうと、うん、何、うん、もし休みだったら、うん、まあ怒られるかもしれないですけど、まあ、入り時間前にせんべろしてからちょっと集合したいなと思って。マジでお前頭おかしいんじゃないの。こんな後輩のライブに、何呼ばれてんの。あ、僕もはい、スタッフとして。スタッフなのに飲んでから行こうとすんのや。だからせんべろよ、3杯まで。だからじゃないわけよ、一杯もダメだっけ普通。だからこれは秘密裏に。いや、もう言って公開、公開で。じゃあじゃあもう いけない、技能案で公開してるよ。いけないなっていうのが分かったから、うん、もう公開しますけど。あ、はいはい。ああ、いや、じゃあ厳しいか。ダメよ。いや、明日すごい楽しみで。まあね。ああ。なんかいっぱいお客さんも来るでしょ。ソールドアウトしたみたいだし。で、終わった後打ち上げあるかどうかもわからないですし、まあおそらく、まあ、そのね、おのおのでやるはずだから、うん、でこう。両方ともうるましだからな。ああ、うん。亮とはおそらく明日バツケンさんの運転であの助手席でうるましツアーする、うるましツアーするんでしょうね。帰りはちょっとどうなるかわからないですけど、だからデコボコのライブって打ち上げっていう感じはないから、ね、だからちょっと前にちょっとだけ先に始めていこうかなみたいなテンションでしたけどね。あ、なるほどね、うん、だ、あのこのトークライブも、はい、まあ、飲みながらやってってるさ、はいはいはい、なんか一応打ち上げではないさ、打ち上げ、まあ、まあ、8割ぐらいはオンじゃないですか、うん、2割ぐらいは一応芸人スイッチ入れてるから、うん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 、だからちゃんと別日で打ち上げすっかみたいな話はしてるんだけど、はいはいはい、その日はもう1時まで飲んだらもう帰ったんすか。帰った。まあさすがに帰ったか、ライブ2連チャンの好き合いって帰った。しっかり酔っ払った証拠ですね、それは。大河と3人、あ、夜中飲酒すき家はしっかり酔っ払った。びっくりするよ帰り。え、いつも飲んで、はい、帰りもまあ一応牛丼屋行って帰ったりするんだけど、はい、で俺酔っ払ってて、はい、食えんくなって帰りに半分あげたりとか、はいはいはい、やってたんだけど、はい、一応食ったのよ俺は。もう自分で食って全部、あ、はい、きつい、こんなの失敗したと思って、はい、量失敗したみたいな、はい、タイガもまあ普通に食って、はい、帰りもネギ玉牛丼の、はいはいはい、特盛りみたいなのを食い終わって、はい、今なんかチーズヤンニョムチーズ牛丼っていうのがあって、ああああ、はい、フェアの大盛りをもう一回食って帰りマジっつって、すごっ、お前そんな腹いったの。マジでマジびっくりしたよ、すっげー。で最初、まあ、おのおの頼むさ、はい、で向かい側に座ってるおじさんがいて、はいはい、デージ大盛りカレーみたいの食ってて、はいはいはい、あーやっぱ酒飲んで食うんだなみたいな、うんうん、したらその後からチーズ牛丼大盛りぐらい来て、え、俺とタイがそれ見てちょっと笑ってたわけよ。え、マジと、うんうんうん、嘘だ、俺でももう今限界来てるのに、うん、はい、そんなみんなよく食えるな、はい、したら横の横のあんちゃんが普通にタッチパネル触り始めて、今大盛り行ったら変すかみたいな、知らんお前食いたいんだったらもう食えばいいし、変ではあるよ、変ではあるから。なんかすげえ、なんか食べます、じゃあ食うかやもん。ちょっと恥ずかしいんでしょうね。俺らだけ食うのが。小鉢に入った豆腐が一番うまいって言いながら豆腐食ってたとか。あいつすげえな、やっぱり。マジですごいな。はあ。単純にその突
疲れてて食えないっていうのもあるじゃないですか。ああそう、酔っ払ってっていうのもありますし、今まではあれ、まあ、劇場、あ、小沢は、はい、まあ、打ち上げとか2人でやるときは、はい、居酒屋行ってあいつらめちゃめちゃ食って、はい、お互いね、うん、腹パンパンになるぐらい、まあ、食って飲んで、はい、シャーっつって2軒目飲んで、はい、3軒目俺もう食えんから帰るっつって、はいはいはい、って時に限ってあいつはなんか一人で吉野家よって帰ったりしたりしてるらしくてそれを聞いてから、はい、俺もまだあもうちょい食えそうだなと思ったら付き合いかっつって、はい、付き合いであいつに飯があげて返したりとかしてるんだけど、いやすごいわ。だこの間は、まあ、食ってんさ小沢笑いのお昼、多分あいつなんかそば食いに行ったのか、軽く食いに行って、食って、はい、ライブやって、うん、その足でこっちあのトークライブやってるから、はい、あいつはもうほんと腹減ってたな、相当腹ペコで牛丼特盛り2杯ぐらいびっくりしたマジですげえ。食ってよあいつ、すげえ怪獣だなあいつ、本当によ。はあ、じゃあすきっぱらでもう酒たらふく飲んでるんだ、それもすごいけどな、うん、普通にな、やっぱ帰りすごいわ、帰りはえぐくいいな、酒も飲めるし飯も食えるし。それで思い出しましたけど、小沢お笑いの時の帰り、うん、急遽ピンネタやってましたけど、あめっちゃ面白かったなあれ。お前 X 言ってたな、ちょっと面白すぎて。だからね、あれはよくやったなと思ったな。もうちょいできると思う。どういう意味？あ、いや、そう、ブラッシュアップできると思う。あ、ちゃんとネタとして面白いと思う。意外と演技がうまかったね。うん。うんうんうん、うん。それにちょっと腹立つよ。うん。この後牛丼を特盛2杯食うためにあんだけ走ったのかなっていう。そっからもう走ったからじゃない、出てたのかな。 あれよかったな、あれはね。でもホールじゃないといけないでしょうね。あっていうか、おっきければ大きいほど面白い、大きければ大きいほどね。だ、天ブスか小坂、天ブスだとちょっと、まあそっか。いや天ブスも面白いっすよ。うん、もうちょい走った時間かな天ブス。あー、そうね、あ、でもそう、あんま変わらんか、うん、そんな変わらないと思いますよ。うん、わかりやすいように洋服変えると。あ、そう、走りながらね。俺それ言ったんだよな、なんかちょっとだけ偽物と、ほ、まあ、もうね、これネタ見た人にしか伝わらないような話をずっとしてますけど、まあ、急遽だったしね。でも、うん、そのちょっとした変化入れたら面白いなっていう。シャツ変えるはやりすぎだと思うんですよね。もっとちょっと下でいい。ネクタイ。ネクタイ。ネクタイ短いか長いかとか。うん。うん。なんかほくろとか。とか、時計とか。ちょっとしたアクセントあったらもっと面白かったかなとか思ったり、なんか、あれ、いいネタだったな、さすがだな、帰り。そんな急遽一人でピンネタをこなしてートークライブして酒飲んで牛丼大盛り2杯怪獣だなあいつ。で明日単独でしょ。明日単独よ、すごいわ、デコボコは。ああ、中地も面白かったよ。 ありがとうございます。中地出た、出ましたよ。さ、はい、何やった漫談で中の下ぐらい笑わかして帰りました。笑かして笑って笑っていただいて、あ、はいはい、あ、なんか趣里あるあるみたいななんかネタをね、はいはい、SNS でやってるやつか、 SNS でやってるやつをもうちょっと分かりやすくしてっていう感じですね。ケンさん最高でした。あ、マジですか。あ、です。ケンさんしかもトップバッター2番手、あ、2番手か、大登りだと思った。うんうんうん、ネタ終わってから、はい、まあ普通に着替えて、はい、袖でスタンバって、はい、いろいろ指示出したりしてたから、はい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 、ゲストとかに、はい、じゃあこれお願いします、はい、じゃあここ呼び込みあるんでこっちでお願いします、はい、マイク渡したりとか、はい、そしたら中津さんが来て、はい、けんネタなんだけどさ、はい、なんかちょっとトーンが暗くて、あ、うん、何、俺怒られるのって、うんうん、あそここんなしたらもっと行くならみたいな、おー、ちょっとドキッとしてしまった。はい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 、中田さんあるあるですね。あ、おはようございます。いつもアドバイスくれるんですよね。
ドキッとしますよね、うん、だから今回ものネタも、はい、3月にやったネタをはい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 やったんだけど、うん、ちょっと崩してやったんだけどあえてあえてね、うん、で崩さない前と別のところ崩したりはいしちゃったからなんか怒られるんかなと思って、はい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 、全然怒られなかったから、よかったっすね。ネタ監視委員長ですからね中田さんは、いつも事細かくね見てますからね。いやまあいい日曜日過ごしましたね。それはそれでそう昨日も休みだったからさ俺、はい、ゆっくり寝たい。結局その昼飲みするみたいなのはできてないんですか。やっとじゃなかった昼飲みするの29日。あ結局29日にするのかっていう話じゃなかったっけ。だから昨日よ。ああだからね、うん、何もないからいいかっつってずっと一応朝9時ぐらいに起きて、はい、洗濯して、はい、おおえらっだらだらして、はい、なんか飯作るのめんどくさいなと思って、はい、ピザハット注文して。うーわー最高の休日じゃん、うん、やばピザハットが目の前なのよ。あ、そっか、そうね。え、でもバイクで来てくれるんですか。ちょっと取りに行って。ああ、なるほどね。ああ、明日はだからケンさん、昼飲み。明日だから昼仕事ってば。いや、はぁじゃないわけ。明日昼飲みして。いや、後輩の単独ライブ手伝いで入るのに酒飲んでくんなよ。や、先輩はいいんじゃない。先輩は、いや、先輩ってこと。いやいや、ケンさんが先輩、いやいや先輩がやるからダメなんだろうや。なんか怖いなんか何今あとなってます。大丈夫ですか。何も大丈夫です。大丈夫ですちっちゃいお子さんいなかったよ。同期はいいよね。ダメだよ同期。ダメだよ。あ、そも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 スタッフとして入ってる以上、うん、ライブに関わるんだお客さんではないんだから。ダメか、うん、ダメよ。いやまたあれだよ、お客さんより笑い声がでかいって怒られる。うわスタッフなのに。だってお笑いライブなんだもん。酒飲んでいいわけないだろや。だからタイガさん誘おうと思ったんですけど、おそらくタイガさんは事務所か運転とか任されたりしないかなと思って。タイガもスタッフで入るって言ったもんね。うん、じゃあ誰、音響じゃないあんた。俺、うん、そんな大事な役割はちょっとやめて。お酒飲めないから飲むなってまたから簡単な役割かなと思って。終わってから、え、終わってからケンさんマジ飲みましょう。じゃあそれはいい。静止がこれじゃあ終わってからだったら別にいいよ。え、待って、明日って何時開場。何時開演。7時。7時半開演。ちょっとお願いして9時には終わっていただいて。だからヤーのライブじゃないしデコボコのライブなのになんでヤーが飲みたいがために巻いて終わってくださいって言うなよ。そういうこと。そうね、ひどいか。ちゃんと見届けよう最後まで。まあそうですね、思う存分やっていただいて、うん、終わった後に、まあ、飲めそうだったら飲むっていうかな、ね、うわ楽しみ。明日カツオ以外行きたいな逆に何言ってるのか。どうでも良さそうなのどうでも良さそうな感じするのやめて。もうちょい違う、もうちょい。なんでさ、そのいや飲むことに対してのその、なんか怖い。え、そのえ、なんかなんか爆弾落ちてこなかった。すごい怖い音。何これ。なんか旧石器時代の大きい昆虫とかの風。すごっ、すごドローン、すごっ。中島決定的証拠を取ろうと思ってな。どういう決定的証拠。何の証拠。あれで、お酒飲もうとしてるから。お酒は飲みますよ明日は。さすがに終わってから飲めよって。同期のライブですから。ちゃんと録画してたら赤くなる。うわー、やだー、涼しい。あー、ちょっと寒い、ちょっと寒い普通に怖いんだけど。どういうことこれ。ラジオで聞いてる。ラジオでやることじゃないから。キーンってしかなってないじゃん今。こんなちっちゃいんだ今。すげえ、おもちゃじゃんもうサイズ感。これで録画機能がついてるってこと。スマホ、しかもスマホ。へえ。
いかつ。うわやば、わけのわからんタイプ。なんかでも言ってましたね、新しいおもちゃ手に入れたよって。あれさっき言ってたな、これか。あとんでもなくわけのわからん。試しに飛ばしてから、うん、キチンの中に落ちてほしい。ああっつってこの辺でもちょっと厳しそうですね。室内とかだったらねいいですけど、まあそもそもこれ室外用じゃないんじゃないですか、この。え、はい、いけるんだ。うわ今すごいっすね。あのちなみに追尾してる。へー、じゃあここにいときながら外上げて上のビアガーデン空いてるか分かるっていうことですよね。電話した方が早いはずよ。電話するの行った方が早い。まあでもそもそもね、うん、行った方が早いと思いますけどね。ちなみに FM 2のアデドロを飛ばしたのはこの番組しかない。でしょうね。ラジオにはあんま関係ないでしょうね。ドローン宮県の時ぐらい。え、飛ばしてましたっけ。飛ばした。あいつ一人の時にかわいそうだから飛ばした。どういうサポートの仕方なの。一人だと間が持たないからドローンを飛ばしてあげるミキサーの優しさって何。結果いろんな意味で飛んでいったけど。ああ、いや、やかましいわ。飛んでいきましたけどね、三宅は。元気かな。ほら見てみ、気づいたらもう45分喋ってんだ。あーい。あーい、味覚ゼロさんこんばんはということで、こんばんは。コンティニューコインも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさんも拍手ということで、遠隔マスターの中地がこんなに驚くとは。俺遠隔マスターじゃないですから。遠隔ローターを常に持ち歩いてる男だと思ってるんですかね。そういうことか。違かったら外すぎるなこれ。深読みしすぎてキモいこと言ってるわ。これ違かったら当たってますように。沖大さんいろいろハッシュタグもねツイキャスの方でコメントしていただいてありがとうございます。ヒカルさんお茶ということで、この番組のテーマも天気でいいのということで。そうですね、基本天気の話してたんじゃないですか。うん、ちょっと覚えてないですけど。そうか、テロップがそのままになってるのかな。大丈夫、ダイレクトに来たよってことで。シャッね。よっしゃもおかしいけどな。あ、今日はお、メッセージちゃんと来ていないですね。先週ね、ちゃんとって読み方がよろしくない。ああ、そうだ、指摘されたのに、コンティニューコインを投げてくれたのに。まあ、ちゃんと読みますから、もう反省したので。本当ね。もし、はい、大丈夫です。やっと注意されたもんな。ペータさん、遠隔ロリータ。ロリータはちょっとまた。うん、話がだいぶ変わってきますね。遠隔ロリータ、ロリータじゃなくてロリータ。みんなでクエスチョンやし、なんか みんなギスギスしてるな。来週はサザエさんはみたいな。来週の来週のチジチラジオはチエ登場。やったー。スケジュール押さえていただいてますので、改めてマジ何します。何します、まあ、前回の話をまとめると、食ったことなさそうなものを食わすっていう。あ、食レポみたいなのとかね。うん、あとチーエがメインのなんか企画を考えると、パーソナリティがチーエになって、うん、回してもらうととか。うん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 、はいはい、なんかそういうだから、うん、ちゃんと考えた方がいいのかもね。うん、ちょっと来週はいろいろやりますので、メッセージが届いております。あ、来たか。 FEC ネーム沖縄大好きさんです。ありがとうございます。長津くん、ケンさん、キャンさん、こんばんは。ダメよ。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。違うよ。今週は自分の番組の放送がスタートします。完成が楽しみでワクワクしてます。あちこちで告知したおかげでフォロワーさんも少しずつ増えてきました。すごく嬉しいです。土曜日でしたっけ、沖大さんの番組は。今週から始まるっていうことで。それよりも先に読み方よ、はい、注意されたからここはいいかなじゃないわけよ。沖大さんにはまだ注意されてないですか。どんだけあの読み方が気に入ってるわや。トゥインクルちゃんのはちゃんと読みますので、トゥインクルちゃん、はい、もしよかったらメール送ってください。トゥインクルちゃんのだけちゃんと読ませていただきます。怒られねえ。そうだそうだ。沖大さんも嫌だったら、はい、言ってください。
じゃそもそもなんでそんな読み方してんのって話だよ。なんかこれがすごいしっくりくるんだよな。メール誰に対してメールにメールに対してってこと。うん、いやいやいや、やだけでよ本当。いやでもケンさんもあながちしっくりきてますよね。しっくりって何？しっくりはきてないよ。絶対しっくりきてるはずなんだよ。しっくりはきてないよ。普通に読むと面白いなと思ってるけど、普通に読むとちょっと違うんだよな。え？何か。じゃあ今普通に読んでみて。FEC ネーム沖縄大好き中地くん、ケンさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです。お、今週は自分の番組の放送がスタート、うん、完成が楽しみでワクワクしてます。ああそうか。あちこちで告知したおかげでフォロワーさんも少しずつ増えてきました。お、すごい。すごく嬉しいです。ああ素晴らしい。今週土曜日ですね。夜中の1時半からもう普通にできるよ。普通さ、普通すぎる。いや他局で普通にやってるからってここで遊ぶなよあんまり。あ、それだ。フラストレーションが溜まってるんだ。向こうでは絶対できないこと。絶対やできないね。FM ギノワンのトゥインクルちゃんのメッセージ以外ではちょっと脚色させてください。申し訳ございません。じゃないと出ちゃう。嫌だったら注意してもらえる。嫌だったら、はい、個別で対応しますので、はい、今のところトゥインクルちゃんだけ、はい、普通に読まさせていただきますので。まあでもそもそもね、あのメッセージを送っていただいてるのにもかかわらず、うん、それをね、なんか変な感じで読まれると嫌な気持ちにはなりますからね。分かってるよ。分かってるけど。なんで止められたのかや。ちょっとごめんなさい。おかわりしていいですか。何を。FEC ネーム、沖縄大好きです。中津くん、キャンさん、キャンさん、こんばんは。沖縄アイス、沖縄ラジオリスナー、沖縄大好きです。今週は自分の番組の放送がスタート。完成が楽しみでワクワクしてます。あちこちで告示したおかげで、フォロワーさんも少しずつ増えてきました。すごく嬉しいです。気持ちいい。変わりがひどい。気持ちいい。一杯目よりも美味しく食べるな、お前。出た。キャンさんのこれも日常的に発作が出ないようここで出してもらってるっていうことですね。本当ひどいわ。はい、今週もね、間もなく終わろうとしておりますが、改めて来週は知恵会、うん、そしてその前の時間は、F ライブが、F ライブ、 F ライブだよ来週。早っ。来週火曜日 F ライブ、うん、ありますので、すごい。そして再来週はもう劇場。なんかちいないんだっけ、また。いや、いる。いる。ただ、ネタ終わったらすぐ出る。あ、別に。かな。それまではいる。あ、別に、劇場始まったら帰ると思うよ、全然問題ない。始まるまではいといてもらって。はい、一応います。Fライブもお笑い劇場もいますので、そんな感じですかね、5月は。あ、うん、意外と5月暇でびっくりしました僕。あ、営業入ってないの？俺営業ほぼほぼ。あ、そうなんだ。ほぼほぼ入ってないですね。へえー、あんな売れっ子なのに。いや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 、だからあれぐらいっすね。ラジダブぐらい。ラジダブ、うん、だから皆さんなんか誘ってください。飲みに行きましょうとか。あ、それこそ昼飲み、はい、ぜひ行きましょう。あんまり？あ、でも俺に言った。うん。あ、俺に言ったんだ。はい。3日とかだったら言うぜ。3日?3 日はね、いやだから前も言ったんですけど、夕方からになっちゃうんですよ。3日ラジオか、もしかして。はい。6日は6日。6日ダメ。6日休みでしょ、でも。休み。あ、次の日仕事。だから、昼飲みしましょう。だから、しんどいって飲んだ次の日は。だから、昼からにして、7時解散にしましょうって。 だから、うん、それを求めやろうとして、はい、この町田がいる時に、はい、昼飲みを3時から飲んで、うん、早めに終わろう、8時、うん、9時には帰ろう、はい、ってやったら、はい、2時まで飲んでた。だからもう7時に帰ろう。もう止められ飲んだらもう。一応俺スケジュール入れときますよ。ダメ、6日だろ。勝手に入れんなお前との。なんでよ、6日は俺は飲まないって決めた。いや、3、4、5のどっちかで飲んで、はい、
6日はもう本当にもう休館日完全にちゃんと抜いて翌日からの仕事に備えると。そうだから、7日の仕事早いから一応仮で入れときましょう。なんでよって仮で入れ終わるよ放送。じゃあ6日バイバーイ。おやすみなさい。一回行っときたいけどなあ。あでもそっか、 F ライブの前日っていうのもあるのか。そう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 、ネタが多分まだできてないんだよ。6日とか6日に行ってみたいな。僕はまた日曜日にたくさんお酒飲みます。あらいいですね。飲みながら DJ します。お DJ ドローン飛ばしながら、ドローン飛ばしましょうかね沖縄大好きさんお疲れ様でしたということで、ありがとうございました。一週間あっという間だな。4月終わりだね。明日が一匹か。だってもういや子供2歳ぐらいだもん。早っ。いるかと思ってます。子供の話とかできるな、トークライブとかして。うわぁ、めっちゃしたいわ。いいんじゃない。子供トークしましょうっていうのもできるから。うん、いいんじゃない。なんかちょっとよかった。今日あれしてきました、ベビーカーデビュー。おぉ、どこに行くの。ライカも行きました。おぉ、広いとこ行きたいなと思って。でも人っぽいのに。そうでもない。平日ですし、うん、ちょっと早い時間に行ったんで、うん、ギリ大丈夫でしたね。ベビーカーめっちゃ良かったな。やっぱベビーカー、はい。だからいいんじゃない。サワークとかもいいから。そのやっぱりベビーカーを自分で押してみないとわからないですけど、この世の中にベビーカーを押している人間ってあんなにいるんだと。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。これびっくりするわ。今まで多分だからフィルターに引っかからなくて何も思わなかったですけど、なんならベビーカー押しながら走ってる人も、おう、チャタンの人とかね。これなんかびっくりだな。とか見ちゃう、ベビーカーを。ああ、自然とね。うん。あ、これ一緒のブランドだ、とか。そう。三輪のやつかっこよ、とか。あれって、車買おうと思った時に、これって決めたら街中でその車めっちゃビビってる。ああ、それと近いんでしょうね。フードコートの、うん、同じベビーカー入れるとか。それこそ、フードコートでご飯食べたいなと思ってライカに行きましたけど、なんか日々本当になんかいろんなことを発見できるって楽しいですね。早く、あ、それこそあれですね、今日あの義母さんのお子さんに会いに行ってきました。一瞬ですけど会いに行ってきました。やっほーって会いに来たよ、会いに来たよ。寝てたんで滞在時間本当に 2,3 分ぐらいでした。ちょっとだけツンツンって触って帰ってきましたけど、義母さんの上にうつ伏せで寝てて、トトロやしと思って。あ、でも本当に、うん、だから嫁とかは嫉妬するわけ。ああ。こうやって寝かすと。はい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 。だ俺も横寝て寝かして。多分寝やすいんでしょうね。そうそうそう。嫁がやろうとしたら全然なんか気持ちよくないんで。だからそれが僕ですね。僕だと寝てくれないですね、うつ伏せだと。めっちゃなんかインチキって。ああ。いや、子育てトークできますよ。あ、できるね。うん。ちょっと夏行こう。なんか分からないけど。何を飲み込んだかよ。なんか分からないけど。ちょっとゲロなんてよや、はぁ、あ、拒否反応やしよ。どっからせり上がってきちゃって、いや、あごさよや。
すみません、失礼いたしました。最後の最後にちょっと汚い話題になっちゃって、また来週もお願いします。来週、チーエーお時間です。バイバイバイ。最低。